い、チェーブ、今日はですね、自民党の総裁選が、行われまして、第1回目の投票、党員党友票と議員票ということで、見事1位になったのが高市早苗さん、そして2位が、石破茂さん、残念ながら私が応援してた小泉進次郎さん落選しましたが、石破さん VS 高市さんということで、決選投票になりました。党員党友票もですね、高市さんがですね、石破さんを上回ってたということで、まあ、下馬票よりもですね、高市さんが票を伸ばした様子が見て取れました。まあ、ネット上でかなり人気が、まあ、謎に人気が高かったネトウヨ勢が結構応援してたのかなと思いましたけれども、党員党友票でもですね、なんか一人だけ抜け駆けしてパンフレット送ってた問題で結構突っ込まれたりとかしてましたが、割とあれが結構効いたんじゃないかとも言われております。まあ、そういったこともあったんでしょうが、決選投票でまさかのですね、自民党員じゃなくてですね、議員には人気がなかった。まあ、過去裏切りをしたりとかですね、まあなんか仲間が少ないなんていろいろ言われておりましたけれども、なんと石破さんがですね、何回目ですかね、3,4 回ぐらい出てるのか、5回ぐらい出てるのかな、まあ、とにかく総裁選やっと当選したということでですね、私ですね、ニュースピックスの番組で2本にわたって石破茂さんと対談しておりますので、ぜひですね、ニュースピックス、まあ、YouTube でも石破茂さんと僕の対談見れると思いますので、ぜひ見てほしいんですが、やはりですね、法人税を上げるとか金融所得課税を、強化するなんていうふうに、あと解雇規制の緩和にも慎重な姿勢を示している石破さんなんですが、まあ、実際のところ首相になったらですね、これ株価が下がると大変なことになるし、まあ、実際今日経平均の先物ですね、まあ、大幅下落しているということで、明日というか週明けですかね、週明けまでちょっと落ち着いて見てられるのかどうか、またブラックマンデーみたいなことになっちゃうと大変なことになっちゃいますので、それだけは勘弁してほしいんですが、それまでになんとかですね、まあ、側近というかずっと石破派でですね、頑張っていたですね、平正明さんなんかいらっしゃいますので、彼なんかに頑張ってもらってですね、ぜひ石破さんに金融所得課税の、ね、強化なんていうことをしたら本当に株価下がっちゃうし、スタートアップね、せっかく岸田内閣で、スタートアップをこう、支援していきましょう。そして課税を、緩くしていきましょう。まあ、要は、もう本当、進次郎さんなんか、スタートアップ課税はもうやらないと、いうぐらいですね、すごい踏み込んだ発言をしておりましたけれども、平さんもですね、どちらかというとスタートアップ、なんとか、支援したいという派の人なのでですね、なんとか頑張ってくれるんじゃないかなと。まあ、あれだけの経歴がある人がですね、これまで大臣ね、全然経験、副大臣ね、内閣府の副大臣をやってたのが一番、出世したぐらいの人なので、まあ、それはやっぱり石破派にずっといたからってことはあると思いますので、ぜひですね、平さんにも主要なポストについていただいてですね、スタートアップ支援、これまで通りですね、自民党、岸田内閣の政策を引き継いでほしいなというふうに思っております。まあ、実際のところですね、まあ、対談した印象から言うとですね、まあ、安定感は確かにあるんですけれども、まあ、その辺、周りを固めるですね、側近たちがですね、どこまで活躍してくれるのかなというところが、期待したいところではあります。またですね、おそらくこれ決選投票で小泉進次郎さんを支援した票が石破さんの方に入っていたと思われますので、進次郎さんももしかしたら要職で起用される可能性はあるのかなというふうに思っております。ということで、今日は石破進次、あとですね、あともう一つは、石破さんになると解散が少し遅くなるんじゃないかというふうに言われておりますということで、まあ、どちらかというとですね、まあ、立憲民主党の野田さんの方がむしろ右寄りで、石破さんの方が左寄りなんじゃないかと、ちょっと自民と立憲がなんか逆転しちゃったんじゃないかみたいな状況になっておりますが、意外と石破さん地方の、自民党支持者層にはめちゃくちゃ浸透してるんで、まあ、そこは大丈夫だと思うんですけれども、その刷新感っていうのがあまりない。まあ、ただ政治と金の問題に関して言うと、割と厳正な対処をしてくると思いますので、そこが自民党のアキレス腱にはならないというふうに考えると、意外と選挙強いかもしれないなと。まあ、要は裏金であんまり突っ込まれなくなる石破さんだとね。あと地方のおじさんおばさんに強い。
まあ、ああいう風貌でですね、もともと鳥取市の議員なんで、田舎に強い、そういったところはあるのかな。あと高齢者にもおそらく強いので、選挙はまあまあ、まあ維新がちょっと失速してるのと、立憲もね、ちょっと内下場みたいな感じになっちゃってるんで、野党が失速して与党が比較優位に立つ、そんなシナリオが考えられるんではないかなと思いました。ということで、石破首相誕生おめでとうございます。いっとるっしょい。